私は年に枕2回以上必ず変えてるんですよ。この度アスシア枕の広告キャラクターに就任いたしました。選んでいただきました、野呂佳代です。可愛らしいパジャマ姿での登場になりました、はい、なかなかパジャマでメディアの前に出るってないですよね。そうですね、ちょっとやっぱ恥ずかしいなというこの年になりました。食べ物のイメージが強いのかなと自分では勝手に思ってたんですけど、枕って皆さんの日常で欠かせない睡眠の一部になっている枕を私がキャラクターやらせていただけるということで、なんか非常に嬉しいなってしみじみ思いましたね。自分の今最大限にできる魅力、それを引き出していただくことができたのは非常に嬉しく思います。自分の好みの高さにカスタマイズできるっていうのがこちらのアスシアの枕のいいところだと思うんですけれども、それにちなんだハンバーガーの厚みで例えるところが私らしくて嬉しかったなと思います。私一人でっていうのがすごい緊張しちゃいまして、最初表情がすごい硬かったんですけど、ベッドに寝るシーンとかで本当に安心しちゃいまして、最終的にはその布団に入ったまんま資料を見たりとか、すごく心地よく楽しくやらせていただきました。私は年に枕2回以上必ず変えてるんですよ。この枕だといろいろカスタマイズして変えられるので、日々すごく使い勝手よく使わせていただいてます。平らなこの形状のおかげでやっぱり首がどんどんめり込んでいかなくて済むっていうか、寝返りのしやすさが非常に気に入っているポイントです。やっぱり若い時って寝なくても元気だったじゃないですかだんだん寝ないとエネルギーがチャージできないなっていうことにやっぱ年齢とともに気づいてきまして、寝ないとすごいだるくてエネルギーがなくって元気出なくて、結局なんかバラエティとかも元気に笑えなかったみたいなことにつながっちゃうと思うので、エネルギーチャージで睡眠というのは非常に大事だなというふうに年を重ねて思っているところでした。